今日のボアチ探偵だ。おう、ハガキが多かったので、選手をマークしたりとかした。見出してるからね。顔もいいし、歌もうまいし。うん、どうなることやら。久波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は、森永製菓がお送りします。見たい、聞きたい、覗きたい、あなたの依頼に応えたい。津波くん、藤川くんのボアッチ探偵団。先週はラモスさんもボアッチでね、大笑い。モアッチの意味を早く調べてほしい、みんなから。辞書出てないですよね、でもね。出てないと思う、多分あんまり。さあ、行ってみましょう、布上選手です。今年から大活躍しております、布上選手にお呼びいただきました。こんにちは。こんにちは。ここは探偵団ですので、私がですね、いろいろ探偵となりまして、いろんなことをお聞きするコーナーなんですが、ザックからに、関西弁で、生まれ育った関西弁でお話しいただきたいと思います。ありがとうございます。もう、関西弁全然喋ってませんから、そういうふうに考えると、もちろん、はい、嬉しいです。ブロード君が、ヌメ選手がいきなりなんか出てきたような印象をファンの方は持たれてると思うんですけど、今まではブラジルへ。そうなんですよ。去年の8月に帰ってきたんですけど、はい、ちょうど1年前ですよ。はい、プロもやってるでもどうなってる。あ、そうアマチュアなんですけど、一応ジュニオルまでのチームで、はい、まだプロはこれからできる、うん、まだ新しいチームです。ブラジルやっぱ好き。あ、そうです。昔からもう本当好きです。この間部屋でね、ブラジルのワールドカップのブラジル代表のビデオを見ていましたけど、はい、よく見る。あ、もういつも暇さえあればもうブラジルの試合ばっかり。音楽は、音楽はまあ大体ブラック系です。ラックスボールとか。もうはい。何年代なの？いや、古いのも好きですよ。まあでも、最近出たやつですね。やっぱり。音楽は聞こえる。あ、ブラジル代表の人を見ながら音楽を聴く。そうです。たまにサンバも聴くからね。だからそのリズムが。ファンサービスの時に歌ったようなのね。歌が上手ですけど、そのリズムが生まれてくるわけですね。今食事の面ではですね、一人住まいですから、結構苦労していると思いますけど。うん。だから、野菜が嫌いなんですけど、やっぱり、で僕プロなんで、やっぱりもう野菜を自分で買って取るんです、ね、定食屋だと少ないですから、まあ自分でまた買って食べてます。バランスよくね。はい。お昼ご飯は必ずね、あの食堂で。そうなんです。非常に安い定食がバランスよく、はい、栄養を取れる。はい。非常に好評です。そこで食べてます。はい。ではですね、根上さんの休みの日の行動をちょっと教えていただきたい。休みは、まああの、ショッピングですかね。ショッピング好きなんで。はい。何を？どこで？あ、そうですね。渋谷とか。どの辺の、あの、ブランドが好きだというと、結構あの、お金のあるファンの方は、プレゼントしてくれたりとか、どの辺の靴下あたりだったら買ってくるかもしれない。あ、そうですか。で、うん、まあ、あの、アニースベイとか、ギャルソンとか、結構値段が張るようなやつを、リクエストしてるので、聞かなかったことにしてくれた。じゃあ、買い物は一応一人で。そうですね。お友達と。はい。まあ、友達とも行きます。まあ、一人で。というように、藤吉くんも。藤吉。はい、はい。はい。連れて行ってもらって。女性って行くようなことはないの？あ、もうそれは、まだ。一応、ここでファンを捨てたくないから、一応。そうですね。自分の好きな、あの、タイプの女性的には。やっぱり、あの、素直な子ですね。髪の毛は真っ直ぐだとか。いや、そういう人だから。ああ、そういうだけだね。うん。最近素直そうに見えて、裏が何かなって分かる人いますから、見てください。はい。ありがとうございます。いや、内容的、結局中身からポジション。外観っていうのは結構大事です。外見です。外見ですか？やっぱ、髪長いんじゃない？いや、長い。はい。じゃあ、二重一重。はい。こっち見ていいですか？はい。外人系が好きなんです。結構笑ってます。外人系。外人、例えば。ファンですか？ああ、ファン、そう。ね。もうくっきりとって感じですね。濃いってやつ。はい。珍しいタイプの方ですね。はい。どうですか？鼻もちょっと高くてですね。サッカーを求めてブラジルへ渡ったわけですけど、はい。女性感みたいなブラジルで変わってしまったと思う。はい。それあります。あるんですよ。それはあります。はい。そういう人はなかなか、肉薄的なね、はい。ちょっと、ポテティッシュな顔をね、見てる。感じの人はよく申し上げますけど。はい。僕、こっちですね。すごい、オートメーションだったんですよ。あれ？っていうのは、まあ、8月、9月に、去年の9月に、こっち来たわけですけどね、東京へ出てきたんですけど、なんか、標準語喋らない、嫌われんのちゃうかな、みたいな。ああ、大阪の方結構ね、うん、そういうのは気にしますけど、うん、全然問題ないじゃん。だから、もう最初はもうすごい無口で、なんか無口のイメージがあるっていう、自分で。はい、
本来は明るいタイプですもんね。はい。だから、ね、結構やっぱ関西人の子がいれば、やっぱり、会話が始めますね。そういうことって。わかりました。じゃあこれから、僕からの皆さんは、気軽に関西弁で話して、関西弁を勉強していただいて、花、ねね選手に話しかけていただくと、非常にコミュニケーションが取れるかなと、思います。それなんか、ね、西丸君に話しかけるの、全然簡単ですので、そうしていただきます。では、最後に、変な皆さんに、一言。まあ、ファンを常に意識してますんで、グランドエンデーも足を運んで、ベルディ、そして、布部を応援してください。よろしくお願いします。という感じ。いやいや、されてる男だよね。そうなんですよね。大勢で自分でちゃんと野菜を買って、食べてるという。そこだけだよ、お前。すごいまとめですね。すいません、僕、そこしか聞いてない。俺が高生なの？確かに僕も同じようなことやってるかなっていう。そうですか、いや、でも、引っ越してんの俺。はい、コマーシャル。さて、藤沢君の、イエローカードなんて、怖くないの？探偵団では、調べてほしい選手なんです。探偵、調査をいたしますんで、はい。はがきをどしどし、いい応募、はがきいただくことが。別にうちのチームじゃなくてもいいんですよね。いいですよ。他のチームでもね、できれば、調べるのできます。そうですね。じゃあ、広くですね、募集しておきましょう。はい。宛先は郵便番号187、日本放送、39、内川君のイエローカードなんて、この、相談のおかかりまでお願いします。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。